彦さん、はい、メンバー紹介をぜひしていただきたいんですけれどもお願いします。はい、ちょっと結成のきっかけとかまずお名前を、まずはい、はい改めまして、ミムのボーカルのユキと申します。よろしくお願いします。ギター翼、よろしくお願いします。ベースのジータ、ドラムトール、コーラストコ、そしてキーボードマサト。はい、以上のメンバーでミムが、はい、演奏されております。今日はね、ベースの方のケロさんが都合でですが、ジンナさんが、はい、サポートしてくれております。ここでですね、ミムの結成のですね、はい、そちらの方も、エピソードを、はい、ゆきさんからどうぞお願いいたします。はい、そもそもミムを結成したきっかけなんですけども、ちょっと先ほど軽く話した通り、私10年くらい前からバハの普及活動のようなものをしていて、でその時にやっぱり小児症のお子様が生まれたばかりの親御さんにメールをいただく機会というのがすごく多かったんですね。そのメールの内容というのがやっぱりすごく将来を不安になって、普通に生活できますかとか、結婚できますかっていう、そういう質問がすごく多かったんですけども、一方で同じ小児症の友人も、ありがたいことにすごい増えまして、そういう方たちを見てると、全然普通というか全然人生楽しく生きていってる人が、みんなそうなので、皆さん楽しそうなので、そういう小児症本人とその親御さんの気持ちっていうのすごく私ギャップを長年感じていたんですね。でそのギャップをなんとか埋めたいな、どうすれば埋められるんだろう、でもメールでも、ね、もし心配ないですよっていうふうにもちろん書くんですけども、正直伝わってるのかなってずっと不安だったんですけども、で、ちょっと、本当に去年か一昨年かに、そういえば小児症の人ってなぜか音楽やってる人が多かったんですね。私の友達で例えば片耳難聴だったり補聴器で生活してるのにもかかわらずすごく音楽好きな人が多くて、それを知って、これをいけるんじゃないかな、小児症だけで小児症のメンバーが実際に皆さんの前でバンド演奏を披露することによって少しでも親御さんの不安な気持ちをすごく、和らいでくれるかなっていうのが私のミムの結成のきっかけですね。はい、はい、ではですね、ここで、はい、そのバンドをね、はい、これまで、何ヶ月間練習してきたわけですけれども、じゃあそれにそこでこうパートごとの皆さんに一言ずつね、その演奏してきたことによってどういったことだったかなって、これまでの、はい、ちょっと聞かせていただいたらどうでしょうか。はい、じゃあまず、はい、はい、ギターの翼です。僕どうしよう、何から話そう。僕が音楽を始めたきっかけは別に耳のコンプレックスとは一切なくて、単純に多分興味がいって始めて、でいわゆるバンドマンをずっとやってて、で小児症のミクシーのコミュニティでこうユキ と、ケロさんたちと知り合って、でこのミムのお話をいただいた時に、もう自分の一番の個性だと思ってる小児症の関係で、しかも自分のやってきたギターが弾けるっていうのはこんなに素晴らしいことはないなと思って、もうすぐ参加を、決意しまして、で練習してて思うことは、今までやってきた普通のバンドとも全然変わらなくて、ダメなとこはバシバシ指摘するし、別にそのね難聴あるないと関係なしに、もうみんなもうやいのやいの言って
はい、どんどん成長していく感じがすごく楽しかったです。はい、では、はい、今度はじゃあコーラスの東子。はい、コーラスの東子です。あ、マイク使ってね、対策してしまいました、すみません。そうですね、私は、両耳聞こえます。ただその耳がうんぬんということは誰に対しても気にしたことが一切なく、まあ、ここまでですね、そうですね、今日という日を迎えてそのミムを通して関わってきたたくさんの方たちと、あとたくさんのものを作り上げてきたので、そのことに対してものすごく幸せを感じています。それでやっぱり耳が悪くてもその人と関わっていくっていうことを忘れてしまうと絶対にダメだと思うんですね。なのでどん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 人と自分の方から関わっていって、そこでいろんな出会いを見つけていけたらいいんじゃないかなって思います。ありがとうございます。はい、では、はい、ドラムでトールさんお願いします。あ、ドラムのトールと言います。トールです。まあ偶然ね、どっか出会って、でまあ一緒にやるようになって、でも全然そういうね、小児症のとか全く関係なく一緒にやってる時はね、ほとんども当たり前のように普通になんかバンドやれて、なんか全然何がっていう感じでやってるんで楽しいです。はい、うまくなった？え？うまくなった？素晴らしい。今だって泣きそうだったもん、ちょっと。まあ最後のねあれでよろしくお願いします。はいね、ありがとうございます。では、ベースのジーナさんですね。はい、一言いただけますか。ベースのジンタです。僕は、ケロさんの代役っていうことで、ちょっと呼んでもらったので、まあ、一番、新参者というかなんですけれども、やはり、音楽やってるので、耳に関わるということで、やはりなんか他人事ではないなという気がとてもします。まあ、いろんな立ち位置の方がいると思うんですけど、まあ、小児症に関しては僕はここのミムのみんなと会って初めて触れたんですけれども、まあ新鮮ではありましたけれども、やっぱりすごく、まあ、なんて言ったらいいのか分かんないですけど、関心はとてもあり、これからみんなと一緒に関わっていきたいなと思うのでよろしくお願いいたします。はい、では最後になんかその衣装はどうなのって、なんか結婚式にでも出るのかなって、そのネクタイは何なのとなんかみんなに言われましたが、はい、キーボードマサトさんお願いします。マサトです。そうですね、休憩時間とかにこうスクリーンで皆さんご覧いただいたワンダフルミュージックというオリジナルを書かせていただいたんですけれども、最初にユキさんが書いてきた詩を見たときに、一節モノクロの世界がなんだっけ、モノクロの音の世界がみるみる鮮やかな色に染まりっていうフレーズがあったんですよ。これを見たときに僕も両耳はちゃんと聞こえるんですけれども、そのモノクロの世界が鮮やかな色に変わりっていうのを見たときに、あ、なるほど、こういうふうに聞こえたんだなというふうに思いまして、このミムというバンドに携わったことによりまして、その一緒にやることでそういう世界があるというのを改めて知った次第でございます。すみません、こんな感じです。はい、はい、ありがとうございました。いろいろな思いでこれまでやってまいりました。ゆきさん、ゆきさんの一つの雫がまだ小さな雫かもしれませんね。でもこれから一つ一つ、さっきコーラスの東子も言ってましたけれども、人と関わること、いろいろなことと関わることで、そしてもう一つ一つ重ねていって、小さな輪が本当に大きくなっていけるように、私たちもいろいろな方たちに助けていただいたりとか、ね、して活動していけたらと思いますので、どうぞ今後とも皆さんよろしくお願いいたします。はい、では最後の曲になるんですけれども、ゆきさんから、はい、曲の紹介お願いします。はい、今まさとさんからもおっしゃった通り、ミム初のオリジナル曲ワンダフルミュージックという曲をお届けしたいと思います。
この曲はあのマサトさん作曲で歌詞は私がさせていただきまして、初めて、まあ、骨動補聴器、新しい骨動補聴器をつけて音楽を聴いた時の感動、涙が止まらなくなるぐらい の感動した気持ちをそのまま歌詞にしたいなと思って作りました。まあ、感動とはいえ、私の場合片耳のみですし、普通の人が聞いても、まあ、大したことないって思う音かもしれないですね。やっぱり所詮補聴器なので。でも補聴器でもやっぱり感動する心さえちゃんと持っていれば誰でも感動できるし、幸せになれるし、楽しい気持ちになるし、心さえあればあこんだけ、うん、嬉しいんだ、幸せなんだっていうことにやっぱすごい気づいたんですね。やっぱそういうところの、そういうところを伝えたくて、伝えたいなと思っております。